ハバフォード大学は、ペンシルベニア州ハバフォードに本部を置く、アメリカが衆国の私立大学である。1833年に設置された、IB リーグレベルの教育を少人数で提供している、名門リベラルアーツカレッジ群のリトルアイビーの一行。US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジの中で常に、上位10位以内に入る評価を受けている。 2012年度フォーブスストップコリッジスランキングでは全米27位であった。また2012年には生徒一人当たり排出した企業家の数はリベラルアーツカレッジの中では1位、全米10位と同市に発表された。毎年受験倍率は4、5倍に達する難関大学である。2012年度合格者の注意50%のサットスコアはクリティカルリーディング。 650から750、マス650から750、ライティング660から760。また、合格者のうち94%が高校卒業時学年成績順位上位10%に入っていた。ハバフォード大学は国際キリスト教大学及び上智大学と交換留学協定を結んでいる。同大学図書館、マジル図書館、 クエーカー文庫には、エリザベス・バイニングのエクストラクツ・フロム・ファイブ・イヤー・ダイアリー・オブ・エリザベス・バイニング・トラクリプッツ原資料を有している。取得できる学位は、バチェラー・オブ・アーツとバチェラー・オブ・サイエンス。少人数教育が実施されており、生徒と教員の比率は8、1に保たれ、提供されている授業もほとんどが、生徒数20人以下であり、とても、アットホームな雰囲気が持ち味である。 プリンストンデビュー誌の総合的学生生活ランキングでは全米6位の評価を受けている。生徒は2年生の終わりまでに選考を決めなくてはいけない。提供されている専攻は以下の通りハバフォード大学はトライカレッジコンソーシアムの一員であり、在学生は近隣のスワースモア大学とブリンマー大学での授業も受けることができ、ブリンマーとは特に親密な関係を築いている。 その他には、クエーカーコンソーシアムにも所属しており、ペンシルベニア大学の教養学部と経済学部での授業も受けることも可能である。学生数は1200人程度、そのうち約10%は国外からの学生である。男女比は9時11分。ハバフォード大学はフィラデルフィアから 5km 西に離れたハバフォード市にある。電車が通っており、フィラデルフィア市内までつながっている。 キャンパスは国立アーボレータムでもあり、大学のとしては国内で一番古い。大学が創立された翌年、イギリス人の造園家であるウィリアム・カービルがキャンパスのデザインの設計をするために雇われた。彼は脳原や牧草地を木で囲まれた空き地で取り替えた。また彼はハンフリーレプトンの作るイギリスの庭園を反映するようにあずまやや曲がりくねった小道などを作り、いまだに 彼が植えた木も数々残っている。現在このアーボレータムは216エーカーあり、中にはダックポンドや自然歩道、花園などがある。98%の生徒がキャンパス内に住んでおり、住宅のオプションとしてアパートや従来の量、テーマ付きの量などがある。また61、61%の職員もキャンパス内に住んでおり、リベラルアーツカレッジとしては異例に高い。 シングル、スイート、ダブル、トリプルなど様々なルームタイプがあり、ハウシングは自由度が高い。2000年には、ハバフォードのインク入りの呼びかけにより、男女のルームメイトは初めて正式に許可され、今は上級生のスイートで男女共有なものも多い。1896年に、学務を統制するため生徒と教員の投票により、オナーコードが採用されることになった。 このオーナーコードは学校に重要視され、死亡者は出願する際これについて、小論文を入学する際に、これに同意する制約書を書かなくてはいけない。また、ブリガムヤング大学などで採用されているオーナーコードのように職員によって生徒に課されるものではなく、ハバフォードのオーナーコードは全て生徒によって運営され、毎年職員と生徒によって改正される。 エディット・フォーサイス・シャープラス1883から1956、1887年から当学の学長を務めたイサク・シャープラスの娘。1910年に来日、東京及び水戸において幼児教育に携わり、水戸市内には1912年、本人が創設した幼稚園が現存する。ありがとうございます。